マナーモードだね。いやすごいね。始まり方が。こんばんは。こんばんは。はい、始まりました。フリースタイルダンジョン、うん、ニコニコナイトチューブ、うん、ゴッド TV、 ゴッド不在っていうね。そう、うん、ゴッド2人ともいなくてね。2人のことはそうなんですよ、うん、今日ちょっと不在で、まあその理由がレッツマウンテンコメントありがとうございます。そう、今日この2人なんですよ。で、それっていうのもゴッドが2人いないのが、昨日僕らね、あの締め日でした。あ、そう、締め日だったんですよ。締め日お疲れ様、1ヶ月間皆様ありがとうございましたね。どうでしたか締め日は。いやまあね、ナンバーワンがすごかった、本当に。あ、すごかった、ぶっちぎってたね、うん、ナンバーワンすごかった。久しぶりにいいもん見てもね、やっぱ、うん、ホストクラブ2人がヒューマンヒューマンだよ本当にね。なんでこの2人なんだろうって、店で散々この2人以上バカやってる人いないけど、ドシラフだと本当喋んない2人が本当にね、本当にコメントくれたら助かるんだよね。あんまり映像向きじゃない2人が今、うん、お送りしてますけども、まあでも締めで良かったね、盛り上がって楽しく、いい1ヶ月でしたよ、うん、皆さん。そう、ありがとうございました。来ないの、あのナンバー1位誰とかそういう、なんか興味ないみんな、うん、大丈夫、興味持ってね、寂しいから本当、そうマナーモード本当に、ナンバーワンは我らがね、一条はじめ代表でした。よいしょ、本当におめでとうございます。強い、すごかった。で、皆様コメントしていただいてますが、あれ前回のパリピの人とは別、いや僕ですゼロやん今日もキャラが違いすぎて、ゼロだよ本当に、そうなんすよ、すいませんね、なんか別人だね本当に、うん、まあまあ締め日、そう、まあ今日あの天休ってのもあるんですよ実は。だから休みだから、多分あの僕たち起きてから一言も発してないんで、相当喋れないかと。今ここで発した言葉が今日、うん、初のそう、こうあってもおはようも言ってないからね、ほんとに、うっすぐらい、そう、ちっすぐらい。あ、そうだね、今日だから質問とかあったらね、いっぱいしてほしいな、うん、うん、あ、それは興味あるかもしれない、うん、皆さんが何にあれなのか何にあれなのか、うん、どうなのか、興味があるのか、何なのか。そう、お休みの日なのに2人で部屋飯してきたって、うん、そう、このためにね、今日命かけてるからね、これに、ほんと盛り上がらないと、このコメント数、うん、あれ何本いったらいいんでしたっけ、500いけばいいんでしたっけコメントが。いや俺なんかそこら辺のなんかあれは分かんないわ、500コメントがいかなきゃいけない、700だから、ハードル高えぞ、うん、まあ500はいけるいける、なかなか難しいぞうん、ちょっと酒飲めて書いてあるんで、ちょっとお酒いただきます。え、前回の放送でやりました、あのトワさん最近ずっとやってるコールみたいな、うん、見た。あ、もう披露したんですか。で、前回披露したのよ、ここで、うん、で、披露して、うん、で、次の日ね、あの、YouTube にこれ上がってるから、恐る恐るよ、恐る恐る、ヘアメイク中に見たの。いやー、やばい事故あれ、本当に。で、黒歴史っていっぱいあるんですよね、俺も何回かこれ出て、もう全部消し押しいかなぐらいのレベルやし、恥ずかしいあれ。それからやっぱ一番の黒歴史って、うん、あれ、何したっけ、ホスマガしたっけ、ホスマガで、あの、コールを取るっていうのがあったんですけども、前のお店のルシエルの時に、それがひどくて、俺もう絶対消してほしいなっていうのが、なんかそれがひどかった原因が、なんか曲に合わせてジョイフル、あの、生き物係な、うん、飼育係に気をつけよう生き物係のジョイフルっていう曲に合わせてやるやつなんですけど、あの、マルシー的な著作権的な兼ね合いで曲使えませんと音なしでやったんだよな、あれ。そうそう、怖っ、しんどかったあれ、どごわあんなもん事故です。やっぱ黒歴史っていっぱいあるんですよね。なんかもう最強の黒歴史みたいなのあります？最強の黒歴史、はい、最強の、いやもうなんか今ナウだ、僕ナウあナウだナウ、あの、僕なかなか強者なんですけど、うん、俺結構まあやんちゃしてきて、結構悪いことしてきて、うん、それでもけど捕まったことないんですよ、うん、ただ唯一捕まったのが、うん、あの出会い系サイトに、うん、あの誰かエッチしようみたいな書き込みして、うん、高校生の時にパクられました、うん、これほどの黒歴史ないでしょ多分。攻めてんね、攻めてるっぽい。いや俺もうどうだろう、マッチ目に暮らしてきたからね俺はね、全然ですよそんなの。どうですか最近は、なんかある？最近っすか、うん、最近それこそさっき話したんですけど、うん、なんか結構新宿から出ること多くて、うん、全然出てなかったのに、うん、今日も池袋行ってきて、なんか面白いっすね東京、
だから僕あのもともとあの東京が出身じゃないんで、うん、全然東京知らなかったんですけど、やっぱ面白いなみたいな。今日渋谷か 原宿しか行かなかったんですけど、うん、面白いな。なんか池袋行ったっす今日。そうだ、俺も最近電車に乗る機会が多くて、電車のさ構内を歩いてる人いるじゃん、うん、あれなんかバンバンぶつかってくる人なんなの、怖いんだけど。いや、いるっすよね。いるよね。いるいる。いや、なんか斜め前にこう人が歩いてて、普通にこうスーって歩いてまっすぐ行くと思うじゃんか、スークンみたいなクンみたいな、こうドゥンっていう、こうなんで急にこっち来たっていう人いるよね。いるっすね。あとこれね、あのなんかこうぶつかってくる系で言ったら、横歩いてんのにこうなんかこうやって歩いてんのかなこうバン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 こう、もう俺速度上げるもん。俺こうして速度上げて、もうサーって行ってスッて後ろ見んじゃんスッて後ろ向いたら、そいつまだこうやってっから、他の人に当たったりしてっから。暴れてんな本当に、うん、いるいる。あのゲームのさ、あのグリグリのコントローラーみたいなあれが超下手なやつみたいな、いるいる。あのバイオハザードが難しいタイプね。そう、難しいタイプ。このグリグリコントローラーに慣れてない人の動きだね。怖い怖い。移動してますよ。で、電車とか乗っちゃったら絶対浮くっすよね。うん、浮く。なんかママが赤ちゃん抱っこしてて、赤ちゃんとかさ、俺髪の毛明るいし、やっぱ格好、まあ、今日は地味だけど目立つ格好してるから、赤ちゃんとか興味持って、あーみたいな、見んの俺の方。そしたらスッてママがこう顔をスッて見ちゃダメみたいななしなしなし、あの人ダメ。いや、まああれあれっすよね。銀座とか行ったら俺もう貧富の差感じちゃったもんね。もう歩けねえと思って。いや、人種違うよね。違う違う、うん、ちょっとそれは分かる気がする。これあれ CM とかって流したっけ。な、途中で入るんでしょ、1回ぐらい多分。オープニングみたいなのなかったでしたっけこれ。あ、ほらほら、あ、オープニング振りたいとこ、あ、普通に喋っちゃった。え、ん、何、タイトルコールタイミングでお願いします。タイトルってどれですか。タイ、いや、ゴッド TV でしょ。ああ、じゃあお願いします。え、そんなマウンテンと3時で特別でお送りする神降臨ゴッド TV。開けてるかい、これ。ただいま。黙っちゃって、とうとう黙って飲み出しちゃダメ酒が欲しかったね、きっとね、さんちゃんね。面白い。うん。いや、てかもうずっとこの後何しようかなって考えてですよ、うん、もう寝てて、起きて、部屋飯してなんかせんともったいないなと思って。うん。なんかあれだわ、俺最近の3時の事情が聞きたいわ。俺の事情っすか。うん。な、店でもなんか宅で話すことあるけどさ、宅で話すってなんかそんなにプライベートな話をしないじゃんか。まあまあまあ、それ聞いてみたいかもしれない。プライベートっすか。うん、プライベート。プライベート何してるみたいな感じですか。プライベート何してるとか、最近がどうだとか。本当にやることなくなったらもう大喜利やっちゃおうか。ああ、いいっすね。最悪ね。いや、大喜利ワンチャンやりたい俺けど。いいよ。プライベート何してる。プライベート何してるの。そう、最近どうよ、事情は。俺わりかし、うん、あれっすね、女の子と会ったりしてないんで。もう自分の趣味の時間を有意義に過ごしてるから。あの、京介って従業員いるんですよね。おう、なんか本当になんかゆるキャラみたいな、プーさんみたいな子なんですけど、基本京介と遊んでるから。京ちゃんと遊んでんだ。で、なんか気持ち悪い話、この間とかも、うん、京介と二人でストロング飲んでベロベロになって、休みの日に潰れてましたからね、うん、ムッチムチのバキバキの男二人で、はい、おい引いちゃった自分で起きて、ね、やばいわと思って。引いちゃうでしょ。俺もっと怖い話しちゃおうか。俺一人で飲んでて、一人潰れるまで飲んでるっぽい、休みの日。やばいよ、やばいよね。今日たまたまね、放送があるんでシラフで来ようと思って、今日飲んでないんですけどね。飲んだ方がよろしいのかな。休館日いらないの。いや、いらないっぽい多分。いや、多分いらないね、うん、俺も思ってきた最近。いらないっぽい。起きて二日酔いじゃないとなんか体調悪いなぐらい思うもん、うん、なんか。だけど365日酔いぐらいがちょうどいいよね、うん、二日酔いとかやってないよ。本当に、うん、切れた方が調子悪いからね。え、記憶なくなる派。いや、俺なくなる派っすね。あ、なくなる派。いや、面白い話、意識してても覚えてないもんな、うん、
らしいですね。だから脳が覚えようとしてないみたい。あ、もうどうでもいいってなっちゃって、こっちが諦めてんだ。諦めのモードに入ってもうこの体質はもう絶対覚えてないですよ。あ、もう覚えてないと思う。だからなんかまあもう年末に向かってどうですか。もう10月に入ったら残り2ヶ月ですよ今年も。早いわ。早い。そうだ、あ、ハロウィンある。ハロウィン、あ、ハロウィン、あ、決めました。いや俺、あ、盛り上がってきた。もう何が決めました。いや多分ね、まだ会議とかで俺の服装は決まると思うんだけど、多分また脱がされるんだろうね、きっと。ああ、何かじゃターザンを やらされたりな、何やらされたか、あとティーバッグをやらされたり。あ、そうですね、いろいろあったんで、また多分ハロウィンも流されるんでしょう。ハロウィンね、今年こそなんかちゃんとやりたいな。去年結局適当になっちゃったからな。うん、ハロウィンがあってクリスマスとかがあって、うん、もう終了なんだけど飲むじゃん。でスーッともうバカみたいに止まんないでもスーッて飲んじゃうでしょ。記憶なくすでしょ。1年振り返ってみ、大して思い出せない。ないね、何の記憶もない空白の。ないね、1年ぐらいの。いや確かに何もなかった1年みたいな。もったいね。思い出せ。それが楽しいですけどね。うん、そういうとこありますね、やっぱり。確かに何も覚えてねえわ。うん、1年振り返って何も覚えてねえ。うん、あるある。ただまあね、まあ楽し、いやバカみたいな感想だけどね、楽しかったな今年もじゃない。確かに。そんなんですよ。ああ、何もしてないな。え、それこそ何します、休日とか。休日はね、最近もう本当にもうそれこそさっき言った一人酒にハマってまして、うん、やっぱ新宿出てよそで飲んでるんですよ。新宿出た方が面白いってこと。新宿出た方が面白いよ、いろんな人いっぱいいる。うん、俺もこの間一人で休みの日に、うん、一人でハリネズミカフェ行ってきたんですからね。もう俺いよいよだなと思って。マジハリネズミカフェと。ハリネズミずっとあの可愛いなと思って、たまたまどこだっけ、どっか歩いてたらあったんで行ったんですよ、うん、ハリネズミカフェ。なハリネズミいっぱいいんの。いるっす。怖いよ。いや、ハリネズミけど、ネズミ系はダメだな。めっちゃ刺されて、もう二度と行かない。うん、刺されるでしょうね。いや、めっちゃ嫌だった。ハリネズミの、それはここまで来るもん。なんか、こうって、こう針あるじゃないですか、うん、で、こう触ろうとしても、うん、こっからワンテンポビカンって来るんですよ、あいつら。いや、警戒しない。でもあいつらさ、こうハリネズミのフォルムってさ、こうなんか丸じゃないじゃん。こうなんか、顔面が下にこう、スイってこう、あこうなんか、ああ、土下座みたいな。土下座式のね、こういったフォルムじゃん、あいつら。こう後ろにグッってなってる、うん、見えてんのあれ上は。あいつらは眼球はどこだよ。まず確かにここ、いや、ちゃんと亀みたいに顔出てるんで、ピヨッ。ああ、ピヨッと出てるんだ。うん、出てる。あ、全部が針じゃないのね。あ、そうそうそう、先っちょがスイッてなってるの。あ、出てるっす、出てるっす。お前、ネズミはダメだわ。おだ、歌舞伎町のネズミなんかすげえでかいよね。でっけえ。見てらっしゃる皆さん分かるでしょ、歌舞伎町のネズミ超でかいよね。お、猫かなと思ったらネズミだった。いや、マジでその程度。すげえんだからあれ、怖いよ。ゴキブリとかもでかいっすよね。でかい。え、てか、え、九州出身でしたっけ。九州出身。ゴキブリ俺すげえでかい、ゾウリグラから。あ、九州の方がでかいんだ。九州でかいっぽい。俺あのゴキブリいない地域だったんで、最初見た時もうなんならちょっと楽しくなっちゃって、うん、飛ぶ可能性のあるやつな、ゴキブリ。本当に本当にでっかいやつあれ。あいつ壁に張り付いてんじゃん、発見すんじゃん、顔に来るよね、あれ怖いよね。来る来る。あ、飛んだとこ見たことないかも、ゴキブリ。え、まだない。まだないっす。まだない。あいつ飛ぶぜ。で、また飛ぶ。でもね、じゃあゴキブリがなんで飛ぶか俺分かった。で、羽あるっすもん。いやいや、羽あるんだけど、なんで顔に飛んでくるか分かった。自分がゴキブリになったとしようよ、例えば。お前がいいんじゃん。やべ、発見された。パニックってるわけ俺も、ゴキブリだから、うん、やべっつって足元行ったらパニックったそいつにタンってやられちゃう可能性あるじゃん。だ、結局顔に行くんだよ。あ、そしたらさってなるから。そう、生きるためだね。だけどなんかゴキブリ最強説とかいろいろあるっすよね、うん、で、なんか人類はなんか結果ゴキブリ食うみたいな。いや、なんか危険察知した時あいつらなんか脳みそと脊髄がブンってつながって IQ300 超えるらしい。天才じゃん。天才っぽい。アインシュタインやってもすごいんだ。言ってた言ってた、葵くんが言ってた、葵くんが。あ、そうなんだ、うん、葵、大体俺が喋ってんの葵くんから言った知識だよ。あそこから、あそこから仕入れて。 IQ300 って IQ2 しかねえよ俺本当に。 IQ2 ならまだいいじゃん、俺ゴリラって言われてる。人でもねえ。人でないって。人でもねえが、もうもはや。だけど俺ずっと、うん、あの、まあ、マウンテンってもう名字ついてから俺ずっと思ってるんですけど、うん、ゴリラに似てます。ゴリラに似てます。な、だい、ゴリラが俺に似てると。俺ゴリラに似てると思わないんですよ全然。本当に。要はゴリラ顔ってことですよね。うん、全然ゴリラじゃないなって思う。じゃあ俺心の中ではね、素の俺は今ちょっと嬉しいなと思ったけど、でもなんかこっちとかホスト的にはキャン死ぬぜ。それ言われると B 型の顔って感じでもうゴリラやん、それもう、うん、ゴリラだね。ゴリラ全員 B 型でしょ。なんかそれ聞いた時ある。
そう本当だな、うん、まあ、ゴリラ側だけど、ゴリラ側ですよ、うんうん、でマウンテンですって初回でご挨拶するんじゃん、大体山って言われるだから俺山好きみたいな、登山家みたいな、川って答えるそこあんまり跳ねなかった、ごめんねあの初回、あ、来た、あの、CM、 じゃあ次サンチャフっていうんでしょ、俺そこに合わせる、うん、乗っかる、うん、それでは CM どうぞ。え一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん五十嵐仁さんです。俺たちやっぱり伸びるから。ゴキブリより黒い生物知ってんのかって。なんかいる黒いやつ。ゴリラ、ウニ、ナイスコン、ナイスコンウニだよ、ウニ、ウニ。はい、CM あげましたね。で、なんかちょっとどうしても今日ね、サンちゃんがまだ早くないですか。あ、まだ早い。 あと何分なんですかね。どんぐらいだろう。15分とかっすか。あとどのぐらいあるんだろう。あと10分ぐらい。あと10分ぐらいか。ちょっとりあえずやります。じゃあ、うん、なサンちゃん今日大喜利やりたいらしいんで。やりたい、うん、大喜利やって、で今コメントしてくださってる皆さんもちょっとお題をね出してほしい、うん、お題とか面白い回答とか思い浮かんだ方は書いていっていただいて、で気に入ったやつあったら僕拾いますんで、お願いします、ご協力の方。じゃあ交互にいきましょうよ。いいよ。いや、むずいの来られても嫌だな。でも何話すって散々話してて、もう何も思いつかなくて、ダラ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 なんかねブログで書く内容を喋っちゃったからね。あ、じゃあお題もしあれば お願いしていいですか。わー、 B 地区これ見て一言パターン。 B 地区リッコリコ、これで一言難しくね。でもだ、写真がもうあれだもんね。写真がちょっと面白いからさ。いきます。そう行きます。いいよ。やっぱ太平洋濁ってんな。まあ、写真で言うこと難しいっぽい、うん、嫌い。写真で言うことむずいね。嫌いじゃないけど、これむずいわ。このいや、むずいこれいいね、コメント出て、は俺そのはっていうコメント俺好きっすわ。それこれ欲しかった。うん、好き。これ欲しかった、うん、は一文字で仕留めに行くっつって。あ、じゃあ一回切り替えてちょっと父さんやらしたいんでいいですか。あ、いい。でも顔あっけえわ、うん、はず。なんか聞いてる俺も恥ずかしかった次の一枚お願いしいですか。お願いします。おおこれもうこんなもんキャッハーですよ。世紀末ですよ、世紀末いや、画像強すぎるもん。キャッハー正解はキャッハーなるい人来た。あの、文章系ないですか。文章系、文章系ですか。例えばあのNHK って何の略みたいな、ないですかね。ちょっと待ってくださいね。あ、いいですか。じゃ、ちなみになんかちょっと見てる人もあったらちょっと。 NHK って何の略。なんか、NH だもんね、はい、H って何、ハヒフヘホか。 NHK ですか、うん、なんかほくろがかゆい正解正解。マナーモードのやつあるから、うん、たまに難しいね、その間にこれをさばきよ。これさばきの難しいだろう。正解、正解っすか。なんだこれ、なんだろうね、なんつったらいいのかな。あ、マイクどれ。来た。ん、ま、マイクどれ。もうマイク見てねえしマイクシカトしてっから。で、これはちょっとむずいな。
うちの親戚めっちゃ一番特徴あるこの頭をいじらないっていうのもあるよ。ああまあ確かに、うん、眉半分みたいな。ああそう別の方すごい、ね、なんかちょっと見てる人でちょっとセンスある人ちょっとこれなんか答えちょうだい、答え。あ帽子なんだこれ。あなるほどね。あこれ帽子、帽子か、帽子っていういじりね。いや大喜利難しいね。いやむずい。で、あの一本とかの番組すごいっすよね。やっぱ芸人って面白いよね。面白いと思う。うん。ちょっとおらんのセンスをいい人。これなんて言ってるかな彼。予約取れてるか。あいい予約取れてる。いい線いってる。いい線いってる。いい線きた。うん、いい線いってる。インパクト強いね。うん、インパクト強い彼。それ面白い。うん。頭しも絶対。もういやもう頭いじんないよ。醤油取って。醤油取ってやる。ちょっぱってでも面白いわ。醤油取って。醤油取って面白いわ。僕も正解醤油取ってないこれ。一中高こっちも見て。醤油。だってみんな面白いじゃん。ホスやねみんな。面白い面白い。すごいわ。みんな面白いね本当。センスあるセンスある。醤油取って100点でしょ。醤油取ってだね。いや醤油取って。醤油取って。めっちゃおもろいわ。うん。じゃあ文章系じゃ一個出していいですか。うん。じゃあ文章系ちょうだい。いきます。はい。こんな、あ、医者なのにモテない、なんで？医者なのにモテない、モテない、医者なのにモテない、なんで？少し雨の日の犬の匂いがする。少しだけ。あいつ雨の日の犬みたいな。いや、少しだよ、まあ、モテないわ、それは。そう、少し、うん、少し雨の日の犬の匂いがする。え、ちょっと、なんかありましたか文章系。そう、文章系欲しい。うん。おいに大事、清潔感大事。うん、画像むずいわ、ね、画像はむずいわな、うん、いや、あるわ、確かに。絶対 EXILE が言わなそうなセリフなんだろうね。 EXILE 言わなそう。あれ、それ何で来ました？あー、ほんとだ、上出て、上出て。 EXILE が絶対言わなそうなセリフ、言わなそうなセリフ、なんだろう。何かなぁ。いや、むずい。何かなぁ。捻挫が怖いって言われる。捻挫怖い。そこビビってるんだよ、うん、運動神経一緒からも多分踊れるし。捻挫ビビってないし多分。確かに。ビビってない、ビビってない、うん、捻挫が怖いよ。いや、むずいわ、待って。階段の降りとか捻挫が怖いよは言わないでしょ。エグザイルが言わなさないって。あ、分かった。ま、M ステ出る手にしてくださいね。うん、いいよ。入場の時の話をしとって、うん、お前ら階段気をつけろよ。あ、足元ね。足元大事。あ、タモさんに気をつけろとか、ね、なんだろうね、エグザイルって結構なんかちょっと強いイメージあるから、ちょっと弱そうなやつだね、うん、確かに、うん、あいつらなんか強そうっすかね、やっぱ。なんだろうな、万能そう。うん、万能そう。なんかない？そのなんか強いやつができて弱いやつができないやつ。なんだろう、歯が割れちゃう、歯が割れちゃうよ。硬いなんかイカかなんか食って、スルメイカかなんか食って、歯が割れちゃうよ。お前肉体そんなんだね。そうそう、ムキムキなのに弱弱な。次お願いします。あつ森、あつ森、今のかっすかね、わかんない。女子力ってどんな力？あ、哲学的な話になってくるんか、これ、ね、女子力、女子力、女子力、うん、女子の力でしょ。女子力は、女子力ってどう？あ、はいはい。あ、やっぱちょっと難しいわこれ。パス。次の話題。もう、それタクシー運転手に激怒。なぜ？少し犬の匂いしたんですよ。気付けよ。何でも使えるやん。少し犬の匂いしたん、多分運転手に激怒。運転手に激怒。運転手に激怒。なるほどね。運転手に激怒。なんで？なんで？いいっすか。うん。乗客がタクシー運転手に激怒。うん、あれじゃん。いや、俺道分かってやすからみたいなドヤ顔で一番最後迷って分かんねえってなったんじゃん。ああ、まあそれはナチュラルに切れるやつ。ナチュラルに切れるやつ。難しい。マジで学ぼうとかやる。いや、すみませんね、ほんとに。頑張ります、頑張ります。うん、それガチなやつなの。
ガチだよね。むずい。ちょっと誰か答えてよ。だっているじゃん、古墳でさ、ナルシスみたいな、ちょっとミラーがキュッてなってて、あれ、もともと走り屋かな、この人みたいな人が、うん、知ってやすからっつって、知らねえ、だんだん細い道に入って、すいませんみたいな、やっぱりわかんないっすみたいな、いる、怖いやつ。すいません、次のください。次行こう。ですマニアックすぎて売れない写真集タイトル、マッサージ屋さん顔面ぶち込みシリーズ。あー売れない、マニアックでしょ、うん、俺これ燃えるから、俺この顔燃えるから、このフェイス。あーなるほど、ちょっと伸びた感じのこのフェイス、ここ分かる、この感じ。じゃあ顔系と出たら、あのタイトルが、私の気圧の変化いいでしょ。何、私の、あの気圧の変化ずつでちょっと顔をちょっとあのむくんできますみたいな。気圧の変化、はい、次お願いしますペースはサトシ君の、サトシ君のプチ自慢は、あのアイプチした、うん、金玉がちょっと大きい人より金玉が少し大きい。俺金玉超でかいから、おめえよりおめえより金玉ちょっとでかいからいや、じゃあどうやって比べるんだ、そこいじっちゃダメだって、うん、ファンタジーだから、これファンタジー。次お願いします。暴れん坊将軍、まあ、俺暴れん坊将軍知らないですよ。暴れん坊将軍が急に暴れ出しました。なぜなんだろうな、暴れん坊将軍が、でも暴れん坊だからね、もともとがで急に暴れたんですよね、うん、でよっぽどのことじゃないと。じゃああれじゃん、くしゃみが出そうで出なかったからじゃん。いや暴れますねそれ、うん、暴れる、うん、だよ馬が先に帰ってた。いや、うん、それもう、あ、1分前だ、こんなこと。ちょっと待って、忘れてた俺。んマウンテンとは10月4日バースデー、マウンテンとは10月4日バースデーイベントあります。で、なんだろうね、楽しんでいただければいいなと思うんで、うんうん、あんまり決まらず、バースデー誰も一人も客来なかった、なんでなんで、ね、天球だった。天球それ来ねえよな遊び来てください、マウンテンとはバースデーイベントクラブリングで待ってます。今日ごめんね、こんな感じでなんかちょっとなんか緩い、なんか大丈夫かこれ、うん、なんか、うん、こんな放送に皆さんね、コメントたくさんいただいて、大喜利も参加していただいて、う、ね、うん、やっぱでも今日の一番出たわ、醤油取って醤油取って、あれ第1位。いやもうポイント高いね、ポイント高い、うん、素晴らしい。飲むへ飲むへ誰が書いたんだな、うん、またお会いしましょう、また見てね、また来週、うん、コメントありがとうございました。みんなまた来週、見てくれてありがとう。